いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今回は日産エクストレイル G e-ホースのエクステリア、インテリアをご紹介いたします。
日産エクストレイルいかがでしたか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。